パーカム。はい、どうもパチオです。まあ仕事が終わって僕は今家へ帰ろうとしている最中だったりするんですけど、まあ帰ろうとしている最中って言ってまたね動画を撮るんですけど、お、またあれか、なんかね今29時間配信だっけ、 SKE のちょうどねスタートしたばっかでね、それが終わってそれがってなんか今噛んだね。で今 YouTube の方ではね、PV をエンドレスで流してる状態で、今聞こえとると思うんだけど、そういうことあるよねがかかりだしたんだけど、いいよね、ライブ配信ってしといてね、ね、タダで見れるライブ配信だったらね、見に来る人とかいるからね。まあそうやって、まあね、本編の方は DMM の有料コンテンツでお楽しみくださいね。で、時々こっちでも見せるよっていう風にしときつつね、ライブ配信で PV をひたすら流す。悪くないと思う。でね、まあ今日はね、どういう話をしようかっていうとね、まあ運営会社の SKE の売り方ってどうよっていう話ね。まあ今ね、SKE の運営会社さんは、乃木坂と SKE を持ってる状態なのかな。まああれ、ね、僕もね、会社の携帯とかね、いまいちよく分かってないんだけどね、確かそんな風だったと思うっすわ。で、なんか最近ね、まあ、ちょっと前に、先週だったかな、今週だったか、話題になってたけど、初めぐらいに、次世代選抜ってやつに、SKE から一人も選ばれませんでした、ついでに HKT もっていう話があってね。まあ、大体、AKB 系のオタと、NMB 系オタが盛り上がるんだけど、そういう話になると。まあ、僕的にはね、まあ、別にどうでもいいじゃん、そんな話とは思ってんだけど、まあ、でも結局ね、ね、アイドルやってる側からすりゃ、テレビ出れるに越したことはないわけで、まあ、出たかった人は多かったろうなとは思うんですけど、じゃあSKE テレビに出れるのって言ったら、まあ出れる、そんなに出る機会ないんじゃないかな今後っていう、残念ながらだんだんね、ファンもね、ファンというかオタがね、だんだん濃くはなっていくとは思うんだけど、その結びつきは強くなっていくと思うんだけど、まあどうしてもね、やっぱモーニング娘。だってね、長いことやって気が変わってきゃね、どんだけいいパフォーマンスしたって人気は落ちてきているわけで、多分ね、その人気絶頂の時よりもね、今の子たちの方が素晴らしいパフォーマンスしてると思うし、勝手な想像だよ、知らないからなんて言ったって。で、なんならね、今の時の子の方がね、可愛い子多いと思うんだ。まあそれもね、俺の想像でしかないんだけど、だけど可愛い子可愛い子ってね、可愛い子ばっかり集めてね、失敗するっていうのはね、まあどの時代でもね、あるんだよっていう話はね、まあ前に言って、まあそれで僕は女の子は愛嬌の方が大事っていう話をしてたんだけど、まあそれに対してね、まあ違う意見もあるのもまあ当たり前ということで、まあそれはそうとして、SKE の運営っていうのは基本的に全国区を乃木坂の方にお任せして、SKE の方はどっちかっていうとそのローカルタレントというか地下アイドル寄りの方にシフトしてってるんじゃないかっていうような気がね、まあ危惧があるわけよ。まあ僕はね、まあ自分が満足だったら割とどうでもいいタイプのオタなんであれなんだけど、まあだからね、その自分が好きなものが世間に認められてないと気が済まないっていう人はちょっとね、不安になっちゃったりするんだろうなっていう、まあそういう話っすね。なんて言ったってそんなに
あのリソースがあるわけじゃない中、70何人というね、あの大所帯、まあ、卒業生がちょいちょい出てきて70人そろそろ切るのかなっていうレベルだと思うけど、まあ、それで考えても、ナンバーとか40人ぐらいだっけ、45人とかそういうレベルだったと思うんだけど、年初ぐらいにね、3チーム組めないとかいう話がその公演が16人でできないとかいう話はあったと思うんだけど、他のグループにたちはもっと少ないと思うんだよね。まあ、AKB なんかは逆にあのチーム8とかも一緒くたにしちゃってるからくっそ多いと思うんだけど、まあね、そういう話になっていくと、そのまあ、限られたリソースを集中投下できるところはやっぱり強くて、でそれに対してその、まあ、SKE っていうのはどうしてもね、あのみんな押そうとすると無理があるし、まあ、テレビに出るのは一部の事務所メンバーとという話になると、ベテランしか出ないという話になって、またあのネット的にはネタになったり、ね、ちょっと小バカにされたりという、そんな話があってね、まあ、そのたんびに、こっち的にはちょっと不安になったりはするんだけど、で、その、まあ、結構ね、選抜メンバーとかも保守的なんだよね。あの握手の序列が、まあ、そのまんまだったりしてね、その選抜の、まあ、ぶっちゃけね、僕はね、その序列って結構かなりバランスがよく取れてて、その選抜メンバーに一切の不安、不満はないんだけど、じゃあその外にアピールする分にはどうすればいいのかっていうのと、その利益をどうやって出していけばいいのかっていうのと、そのまあ2つの中のせめぎ合いをね、運営さんはまあ多分してると思うんだよ。そのまあね、もう10年付き合ってるようなオタなんてのはさ、もうなかなか離れないし、うん、だからその離れないやつはさ、まあ今回の DMM なんかもそうだけど、ずっと金は払ってくれるだろうから、僕みたいに10年経って金払ってないやつは、まあ基本的にはいつまで経っても金払わないと思うんだよね。まあそんなやつはさ、ほっとけいいじゃんっていう感じのところでさ、で新しいお客さんを連れてくるのにね、まあ今の方法でいいのか悪いのかっていう話ね。まあ僕としてもね、その、まあ若い子を一人センターに無理くりにでも、まあ無理くりにでも据えて、で、その後、まあ、しばらくの間ね、その SKE の村として出せるリソースを全部そこにつぎ込むっていう方法もね、まあ、ありじゃねえかなとは思いつつね、それって一番ね、そのファンの反発を招きやすいパターンだからね、正直ね、どうかなとは思うんですけどね、まあ、それにその対抗できる精神力があって初めてできることだと思うんだよね。まあ、そういう意味ではね、松井ジュニアさんっていうのはね、まあ、十何年の間よう頑張ったとは思う、まあ、よう頑張ったとは思うけどね、まあ、卒業発表もしてるわけだし、こっから先リソースを割くのはまあちょっと間違ってるよねっていう、で今度若い子にドーンと思い切って若い子にっていう話になると、10期生のね、あの逸材と言われてる林美玲ちゃんですか、あの子ですか、僕はね今んとこまだあんまりピンとこないんだけど、やっぱあの子になんのかなっていう、なんかそんな気がせんでもないけどな。で、まあね、その入って1、2年にもかかわらず中級20歳とかいう子でさ、結構可愛い子がいたりとかさ、なんか面白い子がいたりしてもさ、なかなかそこにリソースって割きづらいと思うんだよね。まあ SKE で言えばその辺の世代ってさ、まあ正直ね、普通に若手として扱えるあれだけど、アイドルとしてはもうね、旬がもうその残り 2,3 年しかない状態だよね。で、今人気のあるメンバーを差し置いてそこのとこにリソースを割くかって、いや、なかなか微妙なとこで、例えばそれがさ、まあ、僕の推しである上村愛香ちゃん17歳、まあ今しかねえんだけど、
で今咲いたとこで人気出るのって言われると、まあそれはね、あの俺は大好きだけど自信を持って押すことはね、その推薦するできるかっていやね、その経営陣に対して、あのうん、面白い子だよとはね、ファンの子にね自信を持ってお勧めできるけどね、この子お金になりますぜってねお勧めはね、まあ実際のとこねできないよねっていう話になると、もうすでに固定客がいるその今の選抜メンバーっていうのは強いよね。あのまあちょっとね、あの押し行きの TikTok がどうなるかとかね、すげえ気になってんだけどねね、あれすごいよね、2人のアカウントがね、乃木坂の公式アカウントを超えてるとかいう、なんか えげつないことになってたけどえ、48グループどころかね、その48、46トータルでナンバーワンになるのかな、あれが、うん、まあなんせ俺も TikTok ね一応あのアップはしてあるんだけど、そのダウンロードはしてあるんだけど、実際そのここ一月二月でもね 2,3 回しか開いてないからねなんかその押し行きの話題になるたんびにちょっと検索して開いてみたりはするんだけど、そんなぐらいだからね。であれ勝手に流れるからさ、再生数ってめちゃめちゃ伸びやすいんだよねだからで YouTube もそのシステムにしてくれたら俺もなんか再生数伸びるのかなとか思ったりするんだけど、まあ、そうすると1再生ごとの価値はちょっと下がるのかね、まあ、その辺は分かんないんだけどねまあそんなこんなでね、僕もそんなには見れないと思うんだけど、この29時間配信なのかな、まあ、楽しみに見ようかなと思います。まあお金払わないあのYouTube の方なんで PV がひたすら流れるのかもしれんけど、まあそれはいいけどねあの、うん、楽しみにしようと思います。じゃあ終わりにします。以上パチオでした。バイバーイ。